推理をまとめてみよう。よし、達成成功。どこか行きてえのか？よし、行くぞ！何にしようかな。どこに入れようかな。どれもよくて悩んじゃうな。何入れよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。何入れよっかな。何を入れよう。いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。やっと鎌ができた。これで効率よく植物や花が採取できるね。それにしてもこっちで作ればいいと思って家に置いてきたのは失敗だったな。思ってたより作り直すのめんどくさいや。
ブニー帰ってきたみたい。え、もしかしてそれお土産？何をしようかな。これで、はい、どうぞ。何にしようかな。入れる場所は、何入れよっかな。お、いい感じかも。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。どれも良くて悩んじゃうな。うまくいくかな。悪くないね。帰ってきたみたい。え、もしかしてそれお土産？何をしようかな。これでよしっと。はい、どうぞ。ねえ、どこに行くのさ。ここならのんびり行けそう。そりゃあ！やった！手がかり発見！島に比べて、王都は鉱石がいっぱいだな。
やっぱり人工島だし仕方ないのかな。そこ！よーいしょ！獲物から取らないといけないっていうのが難度高いのよね。一度分かったことを整理したいな。とりゃー、これも素材になっちまうのか。とりゃー、ああ、これなら大丈夫そうだ。そこだ、よっ、正解、連続よ、当てる。そこだよっ、はっ、はっ、正解、連続よ、任せた。そこだよっ、はっ、そこ、そこ、正解だ、やー、いくよ。そこだよっ、はっ、当てる。そこ、正解、そこだ、連続よ、はっ、当てる。そこだよっ、楽勝、楽勝。さ、早く進もう。どうして抽象的な情報ばっかり。こっちの木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。この辺りの草でも錬金術に使えるのかね。よー、敵、そこだよっ、そ、はぁ、当てるよ。そこ、そこだよっ、そ、はぁ、出て、そこ、近いぞ、任せた、当てる。そこだ、援護するよ。そこだよっ、当てる、出て、そこだ、タイガー、行くよ。そこだ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだよっ、当てる、はっ、よっ、そこだ、連勝、そこだよっ、はっ、よっ、任せてください。そこだよっ、まだまだ、はっ、よっ、届いて、まだまだ、そこだよっ、当てる、はっ、よっ、そこ、援護するよ。まだまだ、任せちゃ、そこだ、何を使おうか。戦況を変えるよ。そこだよっ、当てる、はっ、出て、
私たちの勝ちだね。手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。あった、これこれ。紹介でも扱ってるけど、種類が多すぎてキノコだけは覚えられないの。あ、なんかわかりそうかも。そりゃー、よーいしょ。手がかりからどんなことがわかるかな。届いて、よーいしょ。一回メモで整理した方がいいかも。よーい。木材っていろんなことに使えるから錬金術では重宝してるんだ。そりゃあ。よーいしょ。いい木材ね。暖炉の薪にちょうど良さそう。使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。石ころなんかでよけりゃアトリエの前にも転がってるぞ。
れだけじゃ分かんないな。あった、これこれ。薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。えい、持てるだけ持ってってみようかしら。ザクザクっぽ。前にこんなの取ってたような。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。準備っと。あ、分かっちゃったかも。これの情報は違うかな。なんでだろう、このペンダント、なんとなく寂しそう。これはないかな。私が知ってるのは、あ、これだ。これの情報は
これ錬金術のレシピのような。私が知ってるのは、わかりそう。これの情報は、これの情報は、悪魔に立ち向かう？何かと戦ったってこと？これなら意味が通るかも。私が知ってるのは、つまりこういうことだね。これはないかな。これはないかな。これはないかな。これは、違うかな。魔力の川か。どんな風に見えるんだろう。私が知ってるのは、これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。これの情報は、これは、違うかな。これは、違うかな。ちょっとは考えてみよう。これの情報は、これはないかな。これは、違うかな。これの情報は、これの情報は、私が知ってるのは、
私が知ってるのは。私が知ってるのは、これはないかな。これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。これはないかな。これの情報は、これは、違うかな。私が知ってるのは、これは、違うかな。これはないかな。これはないかな。これは、違うかな。これは、違うかな。してて気持ち悪いわ。よーみんな気をつけて。そこだ。よっと。はあ。せーか。連続よ。そこだ。よっと。はあ。けて。せーか。連続よ。そこだ。よっと。はあ。始めるよ。任せてください。そこ、かっこ悪いな。そこ、パトリシアさん、合わせて、届いて、当てにゃ。そこ、援護するよ。ライザ、行くよ。当てるか。連続よ。そこ、任せてください。当てる。風よ、吹いて。剣の舞い当てる。見せた。そこ、まだまだ援護するよ。さあ始めるよ。そこ当てる。そこ、まだまだ使おうか。戦況を変えるよ。当てる。任せてください。そこ、まだまだ、や、届いて。まだまだ当てる。そこ、援護するよ。入力。そこ、そこ当てる。そこ、まだまだ。そこ、連勝。
当てる。任せてください。そこまだまだ、そこ小鳥ちゃんと合わせて。まだまだ。よかった。たくさん集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。この水じゃないとダメなのか。よーいしょ。まあ、いいけどな。取れた。もうちょっと分かりやすい情報が欲しいな。取れた。喜びそうかも。よーいしょ。これも素材になっちまうのか。くれっでも無理だろうな。よーいしょ。とりゃ敵だ。気をつけて。そこだ。よっ、ははは、連続よ。当てる。そこだ。よっ、ははセーター、連続よ。ライザー、当てる。任せた。任せてください。はは、そこ援護するよ。そこだ。よっ、当てる。届いて。そこ小鳥ちゃんさん、合わせて。援護するよ。当てる。ライザー行くよ。そこ、そこ、よっ、やめよ。ついて。そこだ。よっ、当てる。任せてください。そこまだまだ。抜けて。そこだ。よっ、敵の前見せてあげるわ。当てる。
援護するよ。そこそこだ。まだまだ。そこ。ライザ、任せた。そこだ。当てる。そこ。正解。まだまだ行くよ。どうだ。そこだ。よっと。任せてください。当てる。そこ。まだまだ。カトリちゃんだ。僕に合わせて見せてあげるわ。こんなところかしら。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。もっと情報を手に入れないと。よーいしょ。これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの？教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。もっと集めなくちゃ。これだけじゃ何もわからないし。材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在するのかしら。届いて。そりゃ加工して宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。そこ。届いて。よいしょ。この花、ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。これうちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。よーいしょ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。これって、いやいや、そういうことじゃないか。レアな鉱石はわかるんだが。届いて。そ、そんなに詳しくないぞ。届いて。そこ。そこ。この手がかりからどんなことがわかるかな。届いて。
これ手がかりになるのかな。あった、これこれ。昔と違って僕も使えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。やった、手がかり発見。取れた。取れ、どういう意味かな。推理をまとめてみよう。ちょっと考えてみよう。これの情報は、これはないかな。これでちゃんとつながるかな。これの情報は、これはないかな。何か分かりそう。これの情報は、これはないかな。ようやくわかった。魔石を近づけると浮く石、どういう仕組みなんだろう。あ、これだ。魔力の川のほとり、どこにあるんだろう。迷った時は星のつながりを利用しろってことだよね。これって工作に使う図面かな。推理開始。私が知ってるのは、この魔石丸く切れしてる。交換とかできるのかな。推理開始。これの情報は、
私が知ってるのはこれなら意味が通るかも。私が知ってるのは、つまりすごい、全部わかっちゃった。何かわかりそう。これの情報は、なるほど、こういうことね。魔導石を使った結晶の量産？何をするつもりなんだろう。なんか気持ち悪い。この魔石のせい？これはないかな。よくはわからないけど、悪魔の力がすごく強いのは伝わってくる。これの情報は、すごく大きな剣。こんなので何と戦ったんだろう。そんな剣が作れるなんて、まるで錬金術師みたい。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行くぞ。新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いい感じ、さすが私。よーし、完成。これで記憶が戻ってくれればいいんだけど。フィーはどう思う？これちゃんと効果あるかな。フィーうん、そうだね。思い出せなくて気持ち悪がってると思うし、急いで持って行ってあげよう。ねえ、どこに行くのさ。ここならのんびり行けそう。今日は新しい何かに出会えるかも。これはどう？ちゃんと思い出せそう？なんとなくだけど、いろいろ思い出した。この島は魔力の流れに沿って空を移動していた。僕はその島に宿る存在だったんだ。魔力の流れ？地上に点在してる魔力の集中する場所をつないでいる流れのことだ。けど、
巨大な魔物が現れたことでその流れが乱れて島が落ちてしまって。他には何か思い出せる？地上で人間に魔物のことを警告したかな。あと魔力の流れについての話をした気がする。そしたら人間は感謝してくれて、何か大事なことだった気がするけど思い出せないや。やれやれ、結局ほとんど思い出せなかったな。でも魔力の流れと地上にある魔力の集中する場所、そしてそれを乱す巨大な魔物、気になる言葉はいくつも聞けたよ。君たちはまだここの探索を続けるつもりかな？もしそうなら最上層へ行くための扉を開けたから好きに行っていいよ。もしかしたら僕が忘れている何かがそこにはあるかもしれない。そうするよ。もしあなたの記憶を戻せそうなものが見つかったらその時はまた持ってきてあげるね。宝発見だぜ。そんながっつかなくても誰も取らないのに。そんなに価値があるものなのかな。いや大した価値のあるものはねえな。特に珍しくもねえ装飾品と古いだけの貨幣で。この一枚だけは貴重品だぞ。タオさんも何か見つけたんですか？うん、ここにある当時の貨幣がそうだよ。おいおい、それは売っても特に価値ねえぞ。売らないよ。ほら、ここの貨幣に刻まれてる文字を見て。見たことない古い文字が書かれてるんだよ。大発見じゃないか。タオさんらしい宝物ですね。それにしても今回の調査は本当に素晴らしかったよ。俺もいいお宝が見つかっていい気分だぜ。一枚しかないみたいだけど、それでいいの？違うぜクラウディア、一枚でも見つかったってのはすげえことなんだ。実際やってみりゃわかるが、トレジャーハントで見つけるものなんて大抵こんなもんさ。え？宝箱いっぱいの財宝とかは見つからないの？そういう印象を持たれがちなのはわかってるけどよ、実際はこの程度だ。おまけに鑑定したら二足三文にしかならなかったなんてのもよくある話さ。何それ、全然割に合わないじゃん。それでも一番大事なロマンを得られるのがたまらなくてやめられねえ人間ってのがいる。それがトレジャーハンターだぜ。ロマンだけじゃお腹は膨れないと思うんですが。ロマンのねえこと言うなよ。ったく。と
どうか怖いことだけは起こりませんように。ほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。
何が出るかな。メモメモっと。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。新しい手がかりだ。これは何を言ってるんだろう。そりゃ強そうだけど負けない。そこだよっと。はあ、セーター連続よ。当てる。そこだそこよっと。はあ、セーター連続よ。任せてください。そこだ当てる。援護するよ。そこだよっ当てる。受け継ぐのがそこ見せてあげるわ。小鳥くんさん合わせて。はあ、ライザー行くよ。出たいよ。まだまだ妖精さんお願い。さあ始めるよ。一気に行くよ。そ当てる。任せてください。小鳥ちゃんさん僕に合わせて。熱き剣受け継ぐ。すぐにの前見せて。当てるわ。逃がさない。援護するよ。よっ当てる。任せてください。そこだそこ僕が行く。あっそこだよ。受け当てる。敵の前に止められるかしら。まだまだそこだ。小鳥ちゃんさん僕に合わせて。小鳥ちゃんさん援護するよ。合わせて。そこだライザー行くよ。あっそーっそこそれがまだ出たいよ。そこそこだよっ当てる。気がなく。よかった。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。実戦で得た経験無駄にはしないわ。もうちょっとで何か分かりそうなんだけどな。手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。推理をまとめてみよう。何か分かりそう。これの情報はこれでちゃんとつながるかな。精霊ってそんなにたくさんいたんだ。
私が知ってるのは、これの情報は、私が知ってるのは、偶然かな？それとも何か関係があるってこと？これって文字？うん、絵にも見えるような。あ、わかった！これの情報は、なるほど、こういうことね。そりゃー、魔物臭がすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。あの水晶って、ライザ、あれって確かフィーが。何の話？この前私とタオとパティでこことは違う遺跡に行ったんだけど、そこでも同じような水晶があったんだ。そうなんだ。あ、フィーが。いいのやつ、大丈夫なのか？多分この前もこんな感じだったし。やっぱりあの水晶の光はフィーを元気にする力があるみたいだね。うん、何なんだろうあの光。さて、どうやら他に目ぼしいものはねえようだし、ざっと見て回って引き上げようぜ。そうだね。この遺跡ができた理由も分かったことだし、早く帰ってまとめなくちゃ。そういえば昔現れた巨大な魔物の話が全然ないのが気になるけど、さすがに私ももうヘトヘト。早く帰りましょう。見てみたいかも。綺麗な花だけど、ごめんね、素材に使わせてもらうよ。よいしょ。なんかわかりそうかも。
推理をまとめてみよう。推理開始。これの情報は、こんなにしてもらった精霊のこと、どうしたら忘れられるんだろう。届けさせればいいのに。何か変わったものはあるかな。
また見に来よっと。取れた。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。あった、これこれ。キノコはお店で買ったものを食べるのが一番安全です。綺麗な原石。これで何作ろうかな。冒険だったね。クラウディアもお疲れ様。うん、久しぶりにライザと冒険に行けてすごく楽しかったよ。パティは大丈夫？どこも怪我はしてない？怪我は平気ですが、湖の底を歩くのはしばらく遠慮したいですね。同感だよ。それでね、ライザはこれからもまだまだ冒険するんだよね。そのつもりだよ。錬金術に関する新しい何かを発見できるかもしれないし。その冒険、私もついていっちゃダメかな。え？今回ね、久しぶりにライザと冒険して思ったの。せっかくライザと再会してこうして冒険に行ける機会に恵まれたのに、これで終わりなんて嫌。もっと他のところにも行ってみたい。もっとライザたちと冒険をしたいって。だからまた私を仲間に入れてくれる？クラウディア、ちょっと待った。ライザ、その冒険の話なんだが、俺も同行させてもらっていいかな？え？でもクリフォードさんの目的は達成したんじゃ。目当ての遺跡は探索できたが、あの星の民の話じゃこの辺りにはまだまだ遺跡があるって話じゃねえか。どうせライザたちもその遺跡に行くつもりなんだろう。なら俺一人よりライザやタオがいた方が明らかに都合がいいからな。お願いライザ、またあの頃みたいに連れて行って。トレジャーハンターとして身につけたスキル、少しは役に立つと思うぜ。まったく、そんな頼まなくたって断るわけないでしょ。二人とも、これからもよろしくね。ありがとう。またよろしくね。後悔させねえからな。期待しててくれ。